町金タンホイザーは日本の競争馬、シュボバ。主なカチクラ九1 9 9 3年のメグロ記念とダイヤモンドステークス1994年のアメリカジョッキークラブカップ1995年の高松グーバイ。由来はカンムリ名ワーグナーの過激、タンホイザー。日本においての競争馬の馬名登録は日本系シュバ登録協会が管理し協会が定めた。 場名登録実施基準第4条第7項の規定により、1時または10時以上の場名は登録できないことから、本来なら、待ち金単ホイザーとするところを日本語表記ではが、省略されて、待ち金単ホイザとなった。場名登録の際には日本語表記と同時に、アルファベットによる表記も登録されるが、こちらには空白部分も含めて18文字、外国語に由来する場名は、 原則言語表記という規約があり、待ち金とタンホイザープラス空白部分では20文字となるため、冠名の部分は訓練式の表記で、待ち金とし、かつ空白部分を埋めてタンホイザーを合わせ、マティコネタンハウサーとなった。1991年9月15日、中京競馬場での3歳新馬戦でデビューし、1分43秒1のレコードタイムで一着。 二戦目のイチョウステークス四着を挟み、府中三歳ステークスで二勝目を挙げる。その後朝日杯三歳ステークスに駒を進めたが、三穂のブルボンの四着に終わった。四歳を迎え、初戦の共同通信杯四歳、ステークス四着の後クラシック路線に乗るが、さつき賞と日本ダービーでは、三穂のブルボンの前に七着、四着。秋は京都競馬場のオープンと区別。 カシオペアステークスから始動して、ビクトリーホーラーの2着としたが、続く、ショ賞は、ミホノブルボンの3冠を阻止した、ライスシャワー。阻止されたミホノブルボンに続く3着に入った。コバとなり、1993年初戦の、日韓スポーツ賞金杯は8着に終わったが、2戦目のダイヤモンドステークスでは3番手から押し切って3分16秒、8の、 レコードタイムで重賞を初めて制した。中2週で臨んだメグロ記念でもライスシャワーに2馬身半差をつけて重賞に連勝とした。天皇賞は4着に終わったが、5月、東京競馬場のオープン特別、メインステークスでは手綱を抑えたまま勝利。高松のメアハイ4着の後休養に入り、秋は初戦のオープン特別。 富士ステークスを制するも自走のジャパンカップは15着、有馬記念は後方から競馬を進めて東海帝王の4着に入った。6歳初戦のアメリカジョッキークラブカップでも抑える、競馬に徹し、直線で富士山健山を差し切って重賞3勝目、初めて右回りコースで勝利を収めた。その後は日経賞でステージチャンプの3着とするも天皇賞では5着。 京阪杯5着を経て出走した宝塚記念では9着、毎日王冠5着を経て出走した天皇賞では4着と勝てない競馬が続き、ジャパンカップで競争除外、有馬記念で出走を取り消しと、6歳児は一生止まりとなった。7歳を迎えて春シーズンは出走せず、7月の高松偶梅から始動して、レースではダンシングサーパスを抑えて、 重賞4勝目を挙げたが、以降4戦は6着以下の成績を重ね、ステイヤーズ・ステークスで、ステージ・チャンプの7着だったのが、最後の競馬となった。以下の内容は、ジャビス・サーチ及び NETKEIBA.com に基づく。引退後は、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションで、種ボバとなり、8シーズンで、決闘登録等数45等。 出走頭数はそのうちの41頭を数え、27頭が勝ち馬となった。種母場生活から退いてからは2006年に、町金牧場、ついで2010年に、山梨県北都市清里高原の小須田牧場で、功労馬として、つなぎ漁されていた。小須田牧場つなぎ漁時には、町金福来たるがいたずらを仕掛けてきても、食事の時以外は相手にしないほどのんびり過ごしていた。 一方で、腸に不安があって食べても超えることがなかったという。2013年12月7日、戦痛により死亡した。ありがとうございます。